ニキツァイエラビッチは、ボスニアヘルツェゴビナチャプリナ出身のクロアチア人、サッカー選手。NK ロコモティバザグレーブ所属。ポジションはフォワード。ニキツァイエラビッチと表記されることもある。2002年に、クロアチアの HNK ハイデュークスプリットで、プロキャリアをスタートさせ、2012年1月31日に、イングランドのエバートン FC に移籍した。 2014年1月10日、出場機会を求め、ハルシティ AFC に移籍した。2015年9月1日、2年間の更新オプションがついた2年契約で、ウエストハムユナイテッド FC への移籍を発表した。2016年2月15日、北京人和族級クラブに移籍した。2017年2月、奇襲地上足玉クラブに1年の期限付きで移籍。 その後完全移籍となった。2020年8月31日、NK ロコモティバザグレブに移籍した。2007年からクロアチア代表に招集されていたものの出場機会がなかったが、2009年10月8日に、親善試合のカタール代表戦でようやく代表デビュー。この試合で決勝点となる代表初得点も挙げた。 UEFA ユーロ2012に臨むクロアチア代表にも選出され2012年6月10日のグループリーグ初戦アイルランド戦では決勝点を挙げた2014年10月11日代表引退を表明したありがとうございます